では始めていきます。まずこの二毛点ですね、これを持ちます。持ちます。そしたらここのアナベルを持って、こういうような状態ですね。で、このリモニウムをこのようにこういうふうに細かくこうやって入れていくんですね。まあちっちゃいこうパーツの可愛い可愛いパーツ作りをこうしていきますね、こうやってね。で、またここにこのイモーテルを入れて、まあこういうような、で、その間にこの唐辛子も、あんまり長く出すとテロンとしちゃうんで、こう短く、こう短く入れてみます。いいですか、こういう感じですね。そしたらここでまたアナベルをこう入れていきます。はい、で、もう手を入れてみたいな、こう細かく細かくこう刻んでいきますね。で、とにかくね、これをずっとこう繰り返していきます。はいはい、できました。こちらで完成です。では結束して正面から見てみましょう。はい、こちらの花束はいかがだったでしょうか。このまんまね、ドライになります。もうほんと夏の暑い時はこういうドライになる花束とか結構いっぱい作ってあちこち飾ったら、なんかそれだけでね、気分がハッピーになるような気がしますので、ぜひ皆様も作ってみてください。ではね、今日はこちらでレッスンを終了したいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time.